わからない。そうなんだね、嘘つく理由がわかんないよね。ただそれだけだ。じゃあそのもしね浮気してるとして、うんうん、この今付き合ってる彼女の、うん、その浮気相手がギャルの彼氏とか。あー、お互いにね。お互いに。それがもう完全にゼミの人です。うん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 。デイファイブ。金曜の朝。休校なのをいいことに目覚めてもずっとベッドの上でゴロゴロしていた。誘いを早く、ま、全く夜とか連絡来ないんだね。夜にデートに行けと言われた。やるの意味は分からないけど、あ、真意は分からないけど、嘘をついてるようには見えなかった。そうね、うん、デートか、気が乗らないな。誘いましょう、絶対。あ、来た。え、向こうからギャルからじゃない？なんだよ、いや、ギャル子。え、分かってんな、寝てないでちゃんと来なよ。まさか見られてる。思わず部屋を見渡してしまったが、まあ、いるわけない、いるわけがない、うん、デートってどこ、彼女を乗り気にさせないと、そんなことを考えて誘えない。そこんとこか、考えて誘えない。まさかデート行くまで LINE してくるんじゃないだろうな。行くまで仕方ないな。いやー、どこにする？学校たまには一緒に外で遊ばない？既読早っ。既読がついてしばらく経った。なんだ、迷ってんのか。いいよ、いいよ、バカみたい。あっさり OK。 え、あー、うんうん、私デートプランたまには決めてほしいな。行くんだな。うん、たまに。あ、そうですか。いつまで自分で決めるの？決め、いや、あって、まあ、彼氏がいたらね。楽しくなっちゃった。いつも同じ格好だな。彼女はすでに到着していた。俺くん、遅い、遅刻。あ、ごめんごめん。っていうのは冗談で、私が早く着いただけなんだけどね。で、今日はどこに行くの？じゃあ、とりあえず、いや、食べに行こう。軽く食べ、昼だもんね、うん、お昼でしょ。軽く食べたいな。まっすぐ、うん、小腹が空いた。あ、そうか、うん、ガッツリ食べたい気分じゃないし、喫茶店にでも、うん、お腹空いてない？うんうん、お腹空いてる。なんでそれ。じゃあ軽くなんか食べるかな。なになに今の、まあね、喫茶店ってこの辺どっかあったっけ。そうだ、あそこなら何でもあるし、行ってみよう。ここが怪しいんじゃない？ね、怪しい。ないからさ、うん、どうなる？え、プラスでしょ。ああマイナスにはなってない。なってないですね。どうやったらマイナスなんだろう。ここまではもう絶対にプラスになるのかな。わかんない。いや、マイナスもありますよ。あるでしょ、多分。はい。じゃあうまく進んでるだけなの？うまく進んでるんだ。え、あ、もうそんなか。いいよね、いいよね。イオン、ショッピングモール、イオン、イオンだろこれ。イオンじゃねえや、イオンだろ。イオンですよ、これ、うん、何でもあるし、まあね、そうね、そうそう。はあ、どうした？あのさ、俺くん、ついてから言うのもあれだけど、もっと他になかったの？いいじゃねえかよ。おしゃれなカフェとか、ブーティックが並ぶショッピング街とかさ、なんだよ、フードコートで。ここもショッピングできるだろ。学生とかファミリー向けじゃん。学生だろ。俺たち学生じゃねえかよ。そうだけど、はあ、もういい。これね、もう完全な大人の男性にあれですよ。そう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 、大人の男性に惹かれちゃうタイプで、この世代の子は、ね、私ちょっとそこのドラッグストアで買い物してくる。ああ、分かった。食べないの？お礼くんはそこで待ってて。うん、いいけど。なぜか苛立っている様子の彼女は俺を置いて行ってしまった。用事があるんじゃねえか、ドラッグストア。期待した私がバカだった。こういうの捨てゼリフで言われたらちょっとイラッとするね。でも言えないでしょ、これは。花粉もしないうちに彼女もらってきた。え？花粉症なのとか言い始める。なんだその格好。ケホケホ、あー、私風邪っぽい。サングラスはいらないだろ。あ、まあ、まあそうだね。なんなんだよ。まあ、飯食ってみる。飯食うか。うわーっとね、ミラクルパスタじゃねえか。私ステーキ。いや、でもそうか、軽くなんで。いや、あれ、彼女が決めるんだって。え、なんだよ。俺くん、私ね、こっちに行きたいな。お、行きたいというのは反対側のステーキ店だ。これ怪しいな。今がっつり食べるほどじゃないんだけどな。これ怪しいよ。まあ
そこでいいよ。だよね。嘘、そんなにガッツリ食べるのって言うでしょ。そんなにガッツリ食べるの、うん。これ5日で終わるのかな、本当に。大丈夫かな。そんなにガッツリ食べたいの。うん、そうそう、朝ごはん食べてなかったんだよね。なんだか取ってつけたような返答だった。まあそれなら別にいいけど。まあ腹を満たせればいつもの彼女に戻るだろう。ほら、よかったな。ほら、3パー。不思議だな。これ本当終わりが見えねえな。ですね。彼女に言われるままステーキ店へとやってきた。あんまりね、話の確に、確信ついてないですからね。うんうん、いや、お腹空いてきちゃった。ペコだよ、ペコ。俺も超腹空いてきた、今。ペコだ、グリルチキンも捨てられてんな。うまそうじゃない。チキン、ステーキ焼きて、うん、お前はどれにすんの。私、サラダかな。ステーキ焼きといて。舐めてんの。サラダってお前ね、冗談だろ。お前が行きたいって言ったんや。はぁ、俺くんってさ、どうしてこうなんだろう。あ、文句あるな、はっきりどうぞ。もういい。危ない危ない。なんでこんな男を。気まずい。いいじゃん、野菜食わしてけや。さしてくよと言わんばかりの態度だな。ちょっと化粧室行くね。彼女はスマホいじりながら化粧室へ。あれ、スマホとデートしに来てるのかよ。わー、でもわかるよね、きっと。そういうこと思うよね、きっと。彼氏が思うよ。え、ギャルか。本当にこういうタイミングがいい。見てんでしょ。どう、ちゃんとデートしてんの。A4 に来ている君がし、あ、疲れから仕方なくね。おー、不機嫌。デートどんな感じ。別に普通。彼女は楽しそうじゃないじゃない。本当に言う、うん、こんな知り合ったばかりのやつに。まあ彼女は楽しそうじゃないとか言いますよ。これから仲良くなんだから、こっちと。まっすぐ、あ、まっすぐだ。まっすぐ来た。これでちょっとなんか曲げないと変な感じになりそう。強いて言うなら、彼女が今日全然楽しそうじゃないな。まあ俺もそう楽しいんではないけど。間が空きます。久しぶりのデートだっけ。それなのに楽しそうじゃないって、あんたいい加減気づきなよ。これ奪おうとしてるだろ、これ。ギャル、何だよって。知ってて奪おうとしてる。そう感じですかね。あ、彼女が戻した。お待たせ。え、機嫌良くなってる。なんだ、調子が戻ったんだ。いい。あのさ、俺くん、映画見ようよ、映画。じゃあ後で映画見に行こう。最近やってたスヌーピーの映画見たかったな、うん、結局彼女はスープとサラダにしか手をつけず。俺がステーキを味わっている間に急に今見事ね、欲望感情が挟まりました。見たかったな。すごいね、いい話なんですよ、ピーナッツの映画。どういう展開なのこれ。全然違う。最上階にある映画館フロアへとやってきた。今ちょっと離れてる間にその相手に会ってきたんじゃないですか。早くない、トイレで。ここで働いてる人とか、ね、ああ。そう彼女は機種室から帰ってきてずっとご機嫌だなあ。見たい映画って何。えタイトル聞くのは自然な流れだと思ったんだけど。あ、そうそう、これだよ。ホラー映画でしょ。ベリカワエリゼルが魔性の女ってやつ。顔が怖いな、意外に、うん、マジかよ。マジマジ見ようよ。ベリカエリゼルは魔性の女。撮影2週間で制作された無名キャスト、無名監督による作品だ。とにかくつまらなすぎて話題になっていた。それに金を払いたくねえな。クソ映画で一本テンション上がるとか幸せなやつ。こいつも意外と口が悪いね。ね、そうですね。うん。ちょっとこのシーンのやつ怖いわ、うん、はい。おう、マジで、あの B 級映画とか結構好きだけどな。やっぱ面白くないんだけど。俺くん、そういうのは最後まで見てから行って。まあね、まあね。私化粧室に行ってくるね。行くんじゃねえか。おトイレっていい。もう俺くんはなんでこうデリカしないの。わわわわわわ。あと俺くんはすぐ怒るよね。あ、もういいか、トイレ行ってこいよ。トイレじゃない、化粧室。なんかね、映画の途中に行かないね、普通ね。行かない。あれですね、
なんか自分をね、うん、高めてるというか、うん、なんか高ぶってるというか、うん、20分も経ってるよ。あーこれもうあれだ、また愛なんだなー、これこれはもう限界だ、あと1時間も続けられるなんて耐えられない。寝そうだ、寝ろ寝ろ。寝ちゃう？帰っちゃう？寝るな。寝るよ、これは。寝る。じゃあ寝ますか。寝ちゃおう。彼女帰ってるよ、寝てるから帰っちゃったっつって。お、いやいや、ちょうど終わったタイミングで。そうそうそう、やっと起きた。おーっと、今日動いた。え、なになにこれ。途中だ。加えてこの単純な、あ、単調な絵がすや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 、ズンチッチッチッズンチッ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 、しつけ、しつけ、これ何回続くんだ。俺は寝起きに耐えきれず、残りの上映時間をすべて寝て過ごした、うん、あれくん、あれくん来るかな、来るかな、来ないでしょ。いや来ます、来ます、絶対に来る。起きたらもうね、すっかり寝てしまったようだ。上映時間はとっくに終わっていたのか、観客はほとんどいなくなっていた。すげえつまんなかった、帰ろうぜ。ほらね、いないのかよ、帰っちゃったんじゃねえの。これ逆に心配になりますよね。電話してみることにした。つか連絡入れとけよ、ごめんっつって、お腹痛いから帰っとくか言っとけよ。あ、俺くん、お前どこにいるんだよ。本当にごめん、悪いんだけど用事できちゃったから先に帰ってる。ほらね、マジかよ、お待たせは、寝てよかった、じゃね、ほらね、寝てよかったよ。一方的だよ。で、なんだよ、勝手すぎるだろ。仕方ない、とりあえず帰るか。ん、これギャルか。違うでしょ、あ、彼女が落としてた、落としてたでしょ。彼女が座ってた座席の下、なんだ、あ、カフェだ。いくら？4万5千円。しかも喫茶、だから駅前の喫茶店に 入ろうとしたからビビったの。あ、そっかそっか。しかもこれ15日間働いてますよ。そうね、ぜ、これミーコの正解じゃねえか。私いけるんじゃない、なんか意外と、うん、バードゲージ、これ何、なんかある、鳥、鳥柵、鳥の柵、鳥かご、鳥かご、鳥かごでしょうね。4万5千円、15日間。何を目持ってんの。絶対に何も必要ねえや、それ。そして4万5千円。バードゲージ、謎解きじゃないから。バードゲージ、バードゲージ、お、あ、さっきからさ、ゲットしてるのいくつ買うのこれ。でも一番最後のところって言ってましたね、バードゲージ。お、ある、ミラクルパスは隣ですよ。やべ、やっぱそうだよ。だから行きたくなかったんだ。あ、何？でもさ、彼氏に4万5千円でプレゼントって何？指輪あげる気？コート、コート、ああ、まあでも大学生でそんな悩むね。旅行とかね。ああ、ペアの、うん、そうかそうか。しかしペコだな、ペコだな、ペコだ、リアルペコだ、リアルペコだもん。プレイ中にそんなこと言わなくてあれな、ギャルでしょ、ギャル。え？え？ギャルからだ。私の言った意味分かった？彼女に気をつけろって意味か？分からなかった？分からなかった。分からなかったな。うん。分からなかったっすね。まっすぐ行っちゃうでしょ。あ、行かない。ん？ 6 日目ある？もしやこれ。7日まであるんじゃないですか、もしや1週間。いや、それは分からなかった。だから教えてよ。おいおい、マジかよ。バカかって思ってんだろうな。何も収穫なかった。まあでもバイト先がね。ああ、ほんま。ああ、ギャルちゃんの方。ギャルバカ嫌いなんだよ。ギャルパターン。ギャルパターン、私見たかったですよ。うん、彼女、自分のバイト先に俺が関わるのが嫌なんだろうな。うん、それは分かった気がする。よし。いるじゃん、ギャルそこに。うっそ。どこ？嘘だ！いやギャル、ストーカーじゃん。え、君、あんたが言ったじゃん、 A4 に来るってさ。ぐ、ん、ぐ、結構おせっかいですね。まあまあ言っとけ。ね、買い物くらい来るよ。そしたらあんたが寂しそうに一人で突っ立ってたからさ。寂しくない、いい加減もったいぶらず何か教えろ。知って秘密。何それ。あんたの彼女浮気してるかも。は
まさらな感じですね。白黒つけよう、このまま灰色な毎日過ごす。だから灰色なの？どういうことだ。彼女のこと尾行しようって言ってんの。ワクワクすんじゃん。ほほー、若林行かないからな。あーね、浮気してたらショック？ん？違う、そういうんじゃない。じゃあ何も困ることないじゃん。明日付き合いな。分かった分かった、付き合って行くんじゃねえかよ。ね、行くね。もう行くのは構わない、こいつのことだ。きっとしつこい。ただ言っとくけど、ん、俺の感じは浮気なんかしない。かっこいい。まあ本当でも好きなんかよくわかんないですね。まあね、主人公もね。これが最後なんじゃないですか。あー疲れた。疲れた、お腹痛い。疲れた。ペコだよペコ。ペコなんだよ。でも最後行きます？行きます。A6 までですね。A6 まで？あ、じゃあすぐ終わるじゃん。次で終わります。